インビジブル暗殺の旋律を引く女は2018年のイギリス・アメリカ合衆国のサスペンススリラー映画。監督はアンソニー・バーン。出演はナタリー・ドーマーとエドス・スクラインなど。ドーマーが共同脚本、制作も務めている。アパートの上の木材橋に住む若い女性の開始事件をきっかけに次々と思いもよらぬ運命に巻き込まれていく。 盲目の女性ピアニストを描いている。ある日、ヨーロッパの苦労社会を仕切る大物ラディッチの娘、ベロニクが自宅のアパートから転落死した。その現場に居合わせたヒットマンのマークだけが彼女の死の真相を知っていた。だが、そこには彼の他にもう一人、ソフィアという女がいた。彼女はベロニクの開下に住むピアニストである。 ソフィアに目撃されたと思い込んだマークは、密かに彼女を抹殺しようと監視を始める。だが、やがて、マークはソフィアが盲目であることを知る。さらに、ソフィアは、ロシアンマフィアや英国情報部からも狙われていることが、わかる。彼女は一体何者なのか。やがてマークは心ならずもソフィアを守ることになる。ありがとうございます。